はい、皆様ワンバンコ、今日は12月12日、ワンツーワンツー木曜日でございます。夜の8時36分、今日もチャンネルよったよれよれよったんでお届けしてまいります。皆様ご視聴よろしくお願いいたします。今日はですね、いろいろあります。まずね、昨日かな、iOS13.3 へのアップデートが出ました。皆さんまだの方はアップデートしてみましょう。まあどういうアップデートかというと、お子様とかね、そういうあまりお子様が有害なものを見るとか、まあそういうことしないようなっていうのがあります。あとは実際ですね、まあまあ軽微なもの、あとはぼやけて表示される場合があるとか、まあ、軽微なものですよ、うん、一部のワイヤレス充電器の充電速度が使用より遅い場合があるもので、まあやっぱりいろいろあるんでしょうね。もうこういうものになってくると機能が多岐にわたるんで、多分担当側も開発側も大変だと思いますね、いろいろこういうのするの。ということでして、今日の朝綺麗な花見つけました。葉っぱが綺麗、これはもうお昼かな。イチョウの葉がやたら折ってたん、すごいね、珍しいぐらい折ってたんで、例のあの川分の前です、これ G20 が開かれたところのね。どうぞ。すごいでしょ、このイチョウの量。マッキー一気ですよ、マッキー一気。右の車まで黄色いです、これ。イチョウの葉っぱに染められて。記念撮影する人がいるね。イチョウの葉っぱ。すごいでしょ、これ。風吹いたらどうなるんだ。風吹かないけど。というイチョウの葉っぱ、これね、ちょっと遠くから写した感じ、イチョウの葉っぱですね。これ黄色です、黄色。これを黄色です、これね、黄色。何これね、今日は久しぶり、前の動画にもアップしてるんですけど、濃厚中華そば砂糖、これ結構みんな見てくれてるんですよ、この動画ね。で、今日のお昼13時10分ぐらいかな、これ、行ったの。で、たまたま空いてて、ちょっとラッキーかな、と。13時5分ぐらいかな。後ろの人とちょっと歩きながらね、先に並びたいからって、暗黙の競争5秒ぐらいやったんですよ。で、僕、勝ちました。バーン。
これメニュー。わかりにくいな。チャーシュー中華そば。これが、830円。税込み。これ中華そば。これで十分なんです。780円。で、これプラス50円で、こんだけ肉がついてくると。チャーシューが。でもこれね、これだけ僕食べれないんですよね。こってりになって。で、これでちょうどいい。で、半ライス無料。でした。卵はつけたら100円。今日はこれに半ライスつけて780円食べました。まあまあ、今日も美味しかったですよ。ちょ、味が濃いんですよね。だからね。よくなってますけど、こんな感じ。途中半分ぐらい食べたとこ。ということで、近くのこれお店、名前忘れました。柳があったりね、もみじあったり、イチョウの葉っぱがあったり、ここも川分の近くなんですよ。これ川分の一つかな、よくわかんないけど、川かばぶんぶんかばぶんぶん。これ中華そば食べてお腹ちょっといっぱいになって帰ってくる時のね、動画ちゃんりんちゃんですよ。え、これさっき言うの逆方向、今度帰っていくところも撮っとくかなと思ってね。じゃーん。これね、ぼやけてるけどね、顔もぼやけるからちょうどいいんですよ、これ。iCloud or Movie。長い。あ、大きで入ってました、川分の人。今日は満月かな。大きいけど綺麗に映ってない。ウサギが映ってない。これめっちゃぼやけてるやん、これ。あ、来た来た。あ、これあんまり映しちゃいけないよね。失礼しました。テレビで待ち受け画面にするといいことがあるっていうから、ちょっと明日待ち受け画面にしようかなと思って撮りました。テレビ番組さん、どうも失礼しました。 お許しください。からということでね、今日は Vlog よったん、今日もお酒飲んでヨロヨロよったんです。ちょっとね、相変わらず iPhone のアップルのマイクで声を録音してるんで、もうマイク買おうかなと思って、口のなんかちょっとペチャクチャのペチャクチャっていうのはちょっと入ってしまうんで、ちょっとね、あの雑音入るから嫌かなと思って変えようかなと思って思っちょります。はい、ということで今日は9分10分ぐらいの動画にしたいと思いますね。もうそろそろ9分45秒なんで、今日はこれで終わりたいと思います。特にこれで終わりでございます。皆様よろしくお願いいたします。27人のままです。